クソ寒いんですけど、12月入ってクソ寒くない？何これ。今日はね、何を言うかと言いますと、実家の引っ越しの片付けしてて、4時ぐらいからのなんか吉村のなんか産物みたいなのがいっぱい出てきて、あの吉村遺跡みたいなのが、まあ、その中に再受験1年目に落ちた年の手帳などが出てきたわけ。ほんまにクソ黒歴史が出てきて、あ、こんな私悩んでたんやみたいなのを改めて目の当たりにしたので、あのよくコメントとかでも、そのなんかあんま悩まへんのかみたいな、こう落ちる時ないんか気持ちみたいな言われることもあるんですけど、まあ、今はねほんまにないんですよ。突入した時も、あ、私のブランディングがみたいなのはあったんですけど、どうしようやんだみたいなのは全然なくて、まあしゃあないな、次どうするみたいなのにすぐ切り替えるように今はなったんやけど、これがこうずっとやったわけじゃなくて、間違いなく私はこの受験があったからこういうモードに慣れてて、当時落ちてた時の吉村の産物が見つかったので、ちょっと公開しようと思います。さあ行くぞ。手帳見せんのめっちゃ嫌やねマジで嫌なんやけど。まずね、1個目、2月28日、これはあのセンターがもうすでに 82% とかやったんで、もうほぼほぼ無理って分かってて、2月26日に二次試験があって、その年の2月28日の一言みたいな感じなんですけど、親父と淡路島に来たおおーってないの。私親父離婚してるんですけど、全然仲良くて、で親父って呼んでるんですけど、ちょっと品ないとか言わんといて、ね、親父が淡路島に FBI ファーストバッカーなんちゃら FB 概要欄貼っときます。 FBI っていうキャンプ場をやってて、そこ海が目の前にあるんで、ストレス溜まった時によく行くんですけど、ほんまに今ナウで今までの人生のどん底におると思う。なんやねん語尾。まあでもこれも自分が招いた結果やし、どう立ち向かっていくかでしょう。楽しみじゃないうざ、私がどう上り詰められるか、めっちゃうざない。この時の吉村はあの無理にポジろうとしてるやつですね。まあでも確かにどん底におったですね、この時は。ほんまに、まあみんなもう就活とかしてるし、自分から踏み外したとはいえ、もう医学部行くまでやるから、やるって決めとったから、21歳、ニート爆誕の危機やったから、ほんまに人生どうしようっていうモードやったんで、まあ、でもこの時でも分かることは、こう無理にでもポジろうと頑張ってますよね。吉村よう頑張ったこの時はあの生粋のポジじゃないですよ。楽しみとかマジで思ってないけど、思おうとしてるという気持ちはいい感じです。3月1日、マイナスを徹底的に排除するぞ、前しか見ない、未来明るくすることだけ考えるあのしかも右端に成功者って見えるのうざいな。とにかくこの時の吉村は超落ち込んでたけど、無理にでもポジろうとしてたみたいですね。次、2016やから、落ちた年の3月の手帳の月の端に書いてるスローガンみたいなやつですね。これは下に左右されない、医学部合格しか考えないあのめっちゃ一人になりたがってますね。まあでもこれはね、あの今結果振り返って思うけど、マジで間違ってない。私今年もまあ卒留したじゃないですか。なんで今年1年はまあここほど落ち込んではないけど、まあ同じようなモードでいたいなと思うんで、あんまりこう人に、人っていうのはその友達と群れることをせずに一人になろうと思ってます、今年も。まあ人とかそういう一般論の情報に左右されない。お母さんとか先生とかにお前無理とか、拓郎なんか無理とか、そう一般論を言われても、もう自分がどうしたいかやから、そこのことだけ考える、医学部合格のことだけ考えるみたいな。で一人になる、マジでこれは本当にそう。めんどくさいことから逃げない、まあ、そうやね、私の悪いとこなんやけど、せなあかんことから逃げるとこあったんで、まあ、それに関しては自覚してるようですね。偉いですね。次そう、これは反省してるの。なんで今年ダメだったか、勉強以外のことにダイエットいやほんまにな、ダイエットに気取られて、ほんと痩せてないからな、この年普通に太ったからな。いやでもそれはそうで、落ちた年は多分気取られてたんですけど、受かった年はどうやったかっていうと、ほんまに気取られてなかった。後半デブだろうが、もうニキビ80個ぐらいあろうが、もう何でもいいからとりあえず受からせるみたいなモードに2016年の後半はなってたから、もちろんその時は今年いけるとか絶対思ってへんけど、今から振り返ると、あの年の私は合格する人の行動を取れてたなって思います。答え見てしまうことが多かった。ほんまあかんな、最悪やな。気持ちわかるけどな、緻密さがない、大雑把すぎる、真面目緻密断るって何。ダメなことをちゃんとこう自分で俯瞰して見れてるから偉いよね。まあ携帯は別
に私今はこれ見てもいいと思うけど、そこもメリハリやんな。でそこのメリハリをつけれる人になれるかどうかも受かる人かどうかにつながってくるから、緻密っていうのはでもめっちゃ大事やなって思います。特に医学部入って私もこの時よりはマシになったけど、もう結果かなり適当やし、ノリやしフィーリング人間やから、そんな人間はやっぱね医師にはそぐわないよ。ほんまに緻密な度合いが大きい方が医者という性職やし、医師ってに沿うから、そっちに行きたいんやったらそっちの人になる行動を取るべきやなって思います。同級生見てても分からないに対するアプローチがすごいので、それぐらいええやんがない、まあ、そいつらと戦うわけやから適当なやつは排除されるよなって思います。あの一問一問をこう適当にしない、この一問出たらどうすんねんって常に思う、これ出ても絶対いけるっていうのを全問題にしてたら受かるはずやから、これはマジやなって。あ、こう落ちた原因ね、勉強時間の少なさ、軽い、芯がない、自分がない、結果医学部不合格っていう結果が来たから、改善案としてこういうことを改善あの PDCA を回してますね。優秀、偉いですね。受験のみ意識を受ける自分を持って、まあほんまにそうやな。結局人間性って大事なので、大きいものを掴もうと思ったら、もともと賢い人はイケてもうたりすんねん、医学部って。けどこう元バカが高いレベルに行こうと思ったら、人間的な根本から変える必要ある。それこそ緻密になる必要があったり、遅刻しないとか、素直であるとか、謙虚であるとか、そういう人間的な部分が整わんとダメな人が良くなることはないので、こういうのは確かに大事だなって今振り返ると思いますね。私のあかんとこ自分によいやでもほんまにそうやわ。だいぶマシになりましたね、これやっぱ。今じゃあ自分こうなんかって言われたら、そういうとこもあるけど、自己評価もある程度こう妥当な自己評価をするようになったなって思うし、まあ生活リズムは別に悪くていいと思うけどね。言い訳もほんまにシンクだったなって、悪いものは悪いって思うし、悪くないと思ったら悪くないって思うけど相当やんでるやろ、わかる？こんなん自分で書いてんねん、一人で手帳に。マジでやばい。浪人生活でやっていくこと、まさにね、なんかあかんとこからの次こうしようぜというプランでございますね。でこれは無理やから、これはあのせんでいいですし、私もしてないです。この時ちょっと頭狂ってますね。 PM6 時まで晩飯終わるさ、これはシンプルに痩せたかったでしょうね。ほんで無理やし、これ結構無理。自習室行くも私自習室行かんしな。1週間の計画立てて達成できたら遊んでよし。これはあの実践して効果的やったんでおすすめです。帰ってから勉強せんでいいから、これもわかる。外で勉強してスタバとかで、でも家では全然できひんから、逆に諦めて一切しひんみたいな、外で全部やっちゃうみたいなんでしてて、メリハリはついてたんで、他人にベラベラ成績のこと言わない、間違いない。他人なんか期待するもんでもないし、自分自己開示しすぎる。YouTube してるあたりこれ自己開示しすぎてるんですけど、私の自己開示はなんでやってるかというと、こう見てくれてる人の参考になるかなっていう意味でやってて、別にマウントとかその他人に言いたいとかそういうのではなくて、後輩につながると思って自己開示してるんですけど、まあそうそうそう、なんかこう自分のことを言うのって必要ないっすよね、人間関係においても。だから私もこう卒業して再受験して一巡して、マジでいつまで学生やってんねんっていう恥ずかしいことやし、まあ他者からはもうこいつやばいなと思われてるかもしらんけど、もうなんか別にどうでもいいですよ、ほんまに。私が良ければいいかなって感じなんで、まあ、まあ所詮みんな他人なんで、人のこと気にしてないんで言うてね、他人のこと気にしてる人にどう思われてもいいというか、もし浪人生とか太郎生が周りにどう思われてるやろとか思うかもしれんけど、思われてたとしても自分が幸せやったらそれでいいわけやし、悔しかったらそいつらにほら私こんなことになったぞって言えるように自分が頑張ればいいし、他者評価なんかマジで、まあ、気にすんなって言っても気にしちゃうもんなんやろうけど、他者評価気にしてるうちはあんまうまくいかんかもしれんなって私は思います。まあちょっと気にしろよみたいなとこありますけど、私はマジでお前は気にせえもっとみたいなとこあるんですけど、すんまへん。お疲れ様です。はい、という感じで私が当時鬼悩んでたみたいなんで、ちょっとおもろいなと思って出してみました。当時はほんまにしんどかったですよ。無理に前向きになろうと、まあ見てもらったらわかるけど、頑張ってたんやろなっていうのが伝わるし、でもね、それも大事と思うんですよ。ポジティブになろうとすること。別にネガティブ、ポジティブ、どっちがいいとかじゃなくて、自分がポジティブになりたいなら、そうなろうと行動するのは必要かなと思います。でも別にネガティブでもそれで、その方が自分の精神状態が安定するなら全然ネガティブのままでいいし、ポジティブになりたいなって思うんやったらそういうモードになろうと心がけることは大事かなと私思わせていただいております。
はい、今度はまあこんな感じなんで一緒に頑張りましょう。バイバーイ。